Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and YouTube on, available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today in the studio is Mr. Yoshi Shiraishi, global designer for buildings and interiors. And he's also an artist.みなさんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tank Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、世界をまたにかけてユニークな空間づくりに貢献する白石よしさんにスタジオに来ていただいています。白石さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よしさんとお呼びしてよろしいでしょうか。はい、もちろんです。はい、はい、今日はユニークな、こう、ユニークさがいろいろ出ている、帽子はこれはあれですか。やっぱりスタイルですね。スタイルですか。はい。で、いろいろなことをされてらっしゃるということですよね。はい。で、建築家でもあり、はい、インテリアデザイナーでもあり、はい、そしてアーティストでもあるということで、はい、まず最初に作品を見せていただいてから、はい、お話をCan you、show the first few pictures of this? これは美しいですね。これはニューヨークのマディソンアベニューの伊藤園、はい、お茶の伊藤園 の、 あ、はいはい、お茶のお店と、はい、あとレストランなんですけど、2001年に完成したものですね。はいはい、2001年というと、まあ、かなり前の作品ですね。そうですね。はいはい、ニューヨークの作品ということで。そうです。ニューヨークに24年私はいました。あ、そうなんですね。はいはい、でも今はハワイにも住んでらっしゃる。今ハワイで、ニューヨークとハワイで、はい。雰囲気も全然ハワイですけどね。ちょっと帽子のところだけニューヨークみたいな感じ、はい、そうですね。はい。で、これはインテリアのデザインをされた作品ですよね。はい、そうです。はい、じゃあ次を見ましょう。Let's take a look at next。これは丸の内、東京丸の内の、はい、はい、三菱地所さんのいろんなプロジェクトを計画。まあ、これがブリックスクエアっていう4年かけて設計したんですけど、はい、三菱商事が入っているビルで、はい、4層で、いろんな商業が入っている。これの公共部分を全部デザイン。はあ、素敵ですね。と、はい、いうことはその建築の部分じゃなくて、これは建築の部分ですね。これは外装もいろいろやってます。はい、武蔵野美術大学の建築を出てますので、はいはい、ただインテリアの部分が多いです。ああ、お仕事はインテリアが多い、はい、ということですね。そうですね。はい、で今そのハワイにお住まいということで、ハワイの作品も見せていただきたいと思うんですが、はいはい、す Next one, please. これはトランプタワーのペントハウス、ダイヤモンドスイートって言われてますけど、ダイヤモンドスイート、はいはい、でシャンデリアとかも全部自分でスケッチして、ニューヨークの職人さんに、ステンレスを曲げて、一個一個曲げて作ってもらって、でこのブラウンの壁はダイヤモンドヘッドに行って土をもらって、はい、それでアーティストにこうもらったり。そんなことできるんですか。特別に考えてだからこうモダンなものとその地域にあるなんか素材とかをうまく組み合わせて作りたいなって常に思ってます。なるほど。はい、で今東京、ニューヨーク、ハワイの作品を見せていただいたんですけど、はい、こんなこう3カ所だけではないわけですよね。そうですね。世界中で、世界10カ国で、10カ国、はい、はい、ヨーロッパとかアジアでもデザイン、もうデザイナーとして34年間やってますので、34年間ですか。はい、はいはい、長年の、そうですね。はい、でニューヨークにもオフィスがあるあって、はい、5番街にあります。で今はハワイで、はい、ハワイでの時間が長いです。でハワイを中心にインテリアを中心にやってらっしゃるという感じですね。はい、で。アーティストとしても活躍していらっしゃるので、そうですね、はい、まあ、絵を描くのは好きで、やっぱり5歳の時からずっと描いてて、はい、家の白い壁が全部自分の絵になって、父親は怒らないでもっと家を描けて、全部が私の絵になったのが原点なんですけど。素晴らしいお父様ですね。はい、壁に絵を描いても怒らなかった、はい、怒らなかった。いい絵を描くとクレヨンとか買ってくれたので、はい、その長さ8メートルぐらいで高さ 2.5 メートルぐらいの白い壁が全部僕の絵になった。すごい、はい、そのお家残ってます？写真とか。残念ですね。はい、じゃあここでそのスケッチを何十年か後に描かれたものだと思うんですが、見せていただきたいと思います。はい、you can take a look at the sketches. これはハレクライニホテルですね。はい、ハレクライニホテルもブティックをデザインしましたので、はい、その時依頼されて描いたスケッチですね。ハワイのなんかこう、はい、サンセットみたいな感じがね。そうですね。夕日ですね。はい。Next one.これがブルックリンブリッジと向こう側に見えているマンハッタンの景色ですね。はい、あ、すごくニューヨークのね。ちょうどワートレがなくなっちゃった後の景色なんですけど、まあ僕の中では第二のふるさとなんで。なるほど、はい、はい、素晴らしいですね。それとやっぱり
ビルだけじゃなくてやっぱり自然も描くの好きで、はい、この葉っぱとかも描くの気くるんですけど、これセントラルパークなんですけどはいはい、これダコタハウスですよね、まあ、そうですね、はいはい、やっぱりこう自然と建築の共存の絵を描いてるとすごい安らぐんですね。なるほど、直線ばっかりじゃない方がということはこう、はい、自分のメディテーションみたいなのもあるっていう感じでしょうか。そうですね、なんかね、ジムに行ってるような感じ、途中でやめたくなんですけど最後まで描くとすごい気持ちがいい、はい、はあ、すっきりするみたいな、はいはい、うん、例えば今の作品などはどのぐらいの時間かけて描かれてるんですか。1時間から1時間半ぐらいだと思います。それでできちゃうんですか。はい、もう集中して描かないと描けないんですね、はい、うん、で描いてる時にその建物との会話が始まって、書くにはやっぱりいろいろ細かいところを見なきゃいけないので、はい、こんなところに丸い窓があるんだとか、うんうん、建物が語ってくるんです。でヨーロッパとか歩いて、僕今世界50カ国、55カ国行ってるんですが、はい、建物が書いてくれって言ってくる時があって、その時はこうやって自然に書くといい絵ができます。生まれながらの建築家という感じですね、はい、建物が話しかけてくるそうです、はい、まあ、確かにそういうふうにおっしゃると、ビル見ていても絵を描けばなんか、あ、ここにこういう窓がある、ね、像があるっていうのは見えますけど、うん、パーって撮ってるだけじゃあんまり感じないですよね。みんなよくデジカメでただ撮ってなんか知ってるような気になるんですけど、はい、その時ってもう本当に1秒なんで、うん、やっぱ1時間見てるとですね、うん、これを作るとしては何を考えたんだろうか、なるほど、うん、すごく楽しいですね。じゃあそのやっぱり小さい時から絵を描くのが好き、はい、そしてその空間が好きだったんですかね。そうですね、高校の時に、はい、夏休みとかに友達と旅行して世界中のユースホステルを泊まり歩いたんですけど、うん、はあ、その時やっぱり日本の古い建築だとか、はいはい、いろんなもう歴史的な建造物を見る機会があって、うん、そこの空間にいると気持ちが落ち着いたり、うん、すごくハッピーになったりするので、やっぱりそういう人の心に影響を与える建築家っていうのはすごい面白いなと、うん、高校生ながらに思った。何かを作り出すけれど、うん、はい、それが空間を作り出して そうですね、そこに行く人住む人に何かこう心の安らぎを与えるみたいな、ね、安らぎとか喜びとか、はいはい、僕がクリエイトしたイマジネーションでクリエイトした空間に人生の、はい、一瞬ですけど、はい、いることによってハッピーになれたら、はい、これは最高の仕事だなと思って、また生まれ変わってもやっぱり同じ仕事を。素晴らしいですね、なんか生まれ変わってもまた建築家になりたいとおっしゃってます、はいはい、ただそのいろんな国を回られたっていうところがやっぱり吉さんのすごく強みでいらっしゃるんじゃないかなと思う、ね、思うんですが、はい、特にこういうのに影響を受けたっていうところありますか。多分一番影響を受けたのは、うん、ギリシャのパルテノン神殿の中に、はい、通常は入れないんですけど、はいはい、知らないっていうのは怖い時で、私が20歳でちょうど警備員がこう交代する一瞬で堂々と裏側から入って、誰も中にいないんですけど、はい、幅6メートル角ぐらいの大理石 の、はい、床があるんですけど、はい、で上は木造だったんでもう全部溶けて抜けちゃってるんですが、はい、そこに昼寝をしたんですよ。はい、そういうの僕パルテノンで昼寝をした青年がいる、はい、その時にやっぱりこう毛細血管にすごい何とも言えぬエネルギーがこう満たされてきたのは分かっていて、はあ、多分あの時にこの空間へのなんかエネルギーをもらったんだなという、はい、インスピレーションをもらったんだなとつくづく思います。なんか体感した感じですかね。そうですね、体がなんか熱くなりました。体が熱くなった体感、はいはい、なんかその建築というか空間からそういったものを得ることができるっていうのはこう今まで考えたことなかったんですけど、なかったですね、うん、まあ、通じることはないですよね、はい、確かに。でも例えば畳の部屋に行くと、うん、心が落ち着くとか、はい、まあ、こうバーのようなところに行くとなんとなくこう、はい、踊りたくなるとかっていうのは確かにありますけど、はいありますね、はい、でもその吉さんがおっしゃってるように、あ、ここにこうビルがあってそのビルが自分に話しかけてくるっていうのは、はい、なんかとっても初めてお聞きした。そうですか、はい、僕はデザインドクターっていう勝手に自分で名前つけたんですけど、デザインドクター、はいはい、で空間っていうのは、うん、英語であるんですけど、はい、Who you are, where you live、 だからどういうところに住んでるかが自分がどういう人間かを決めるという言葉がある。 Who you are,、うん、where you live、 はい、うん、言葉があるんですけど、はい、確かにそのね、お金がいっぱいあっても、うん、その家具の買い方とか色の付け方とか素材感が分かんなくて、うん、めちゃめちゃなところに住んでるニューヨークのお金持ちいっぱい見たんですよ。なるほど、はい、でやっぱりドクターがそういう病んでる空間を、はい、まあ、手術してきれいにするように、はい、デザイナーとしても空間をきっちりしてあげたいっていうのは常に思って、はい、デザインドクターって言葉はなかったんですが、はい、一応僕が20年前ぐらいに考えました。なるほど。だ例えばその風水とかっていうのありますよね、はい、例えばこっち側をこう風が通ってないといけないとかって、はいはい、そういうのも関係あるんですか。考えますし、
やっぱりその例えばこの空間ホテルとかレストランとかを改装した場合は、うん、このやっぱエネルギーを感じるんですよ、はい、うん、でそこが例えばよどんでたりするとそれを感じるんで、はい、そこにじゃあ風穴を開けてあげて風が流れるようにしたら空間が良くなるとか、はい、それは風水に通じると、はい、なんかお写真見せていただいた作品はなんとなくこうシンプルだけれど、はい、こう温かさみたいなのがあって落ち着くみたいな感じは私は受けたんですけど、そうですね、やっぱりそういうのを意図してらっしゃるんですか。はい、やっぱりあの僕は世界中いろいろ回って、うん、有名な建築家とかの見るとやっぱり学んだことは Less is more っていうことで、 Less is more、うん、はい、やっぱりこう研ぎ澄ましてって残ったものが一番美しくて、結構自信がないからあれをつけたりこれをつけたり、うん、そうするとなんとなくできたような感じになるんですけども、はい、本当はそれは偽物で、はい、あーって考えるんだけどすごいいらないものとしてって、最初のシンプルなバランスをしたものが一番美しいっていうことにたどり着いたので、はい、それをなるべく目指してますし、はい、あと古いものと新しいものをうまくこう融合して、うん、オールドニューの空間が心地よいってことも分かりましたし、うんうん、やっぱり自然素材ばっかりだと思うので、はい、自然素材 の安らぎとか柔らかさを出すためにモダンな、はいはい、ハードな素材と組み合わせるっていうのが一番いいってことも学んだので、それを実現してます。いろいろなところから持ってきて、素材はたくさんあるけれどそれをこう削いで削いで削いで、ね、シンプルなものにしていくと、はいはい、そういうプロセスをされているという感じでしょうか。なんか奥が深いです ね哲学的な建築でそうですねそうですか、はいはい、それであの日本のその例えばその禅寺とかっていうのも、はい、そういったところありますよね、はい、こうなんかすごくシーンとした禅的なものに、はい、でもちょっとこうカーブがあるとか、はい、そういうことはやはり日本の文化的な建築のものも取り入れられてらっしゃるんですか。そうですね、あのやっぱり自分は日本人で生まれてますから、うん、DNA の中にその日本の文化のエッセンスが入ってると思って、うん、はい、まあ、京都にはなるべく行くようにして毎年行くぐらいなんですけど、はい、やっぱり桂離宮とか初めて見た時に、はいはい、うん、あの桂離宮っていうのは月が一番美しく見えるところに斜めにこう設置されてるんですよ、はい、あ、そうなんですね。でそういうのを知った時にやっぱり昔の達人っていうか、はい、うん、そういう人たちはもう本当宇宙観でちゃんと建築をしてたなってことを学んで、うん、やっぱりあの京都の建築とかデザインはすっごい奥が深いんですね、はい、でその一方でニューヨークはニューヨークで全く違う対極のデザインが存在してて、もう夜とかあの眠っちゃうのもったいないのはいつも歩いて歩いてました、ね、あの夜中に歩いてますなるほど、はい、もうニューヨークはこうですもん ね、 そうですね。でもなんかそこに調和もないことはないというか、そうですね、両方、はい、両極ですね。なるほど、それが大事です、はいはい、じゃあここでちょっとお休みをいただきましてですね、あのあっという間に時間が経ってしまうんですけれど後半もまた引き続きお話を伺いたいと思います。 We're going to take a short break here and we'll be right back after the breakHey, aloha everyone, and welcome to the ThinkTech Hawaii studio. My name is Andrew Lanning. I'm the host of Security Matters Hawaii. We air here every Tuesday at 10 a.m. Hawaii time, trying to bring you issues about security that you may not know, issues that can protect your family, protect yourself, protect our community, protect our companies, the folks we work with. Please join us, and hope you can maybe get a little different perspective on how to live a little safer. Aloha.Aloha, my name is Duray Shin. You are watching ThinkTech Hawaii. I will be hosting a show here every other Wednesday at 1 p.m. and we will be talking to a lot of experts and guests around sustainability, social justice, the future here in Hawaii, progressive politics, and a whole lot more. So please tune in and thank you for watching ThinkTech Hawaii.We are back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Yoshi Shiraishi in the studio today. He is an architect, designer, and artist. ライブでお届けしております、ThinkTech Hawaii の Konnichiwa Hawaii、今日は世界的に有名な建築家でいらっしゃって、インテリアデザイナー、アーティストもされている Shiraishi Yoshi さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。ここでちょっとあのビデオというか、動画を見せていただきたいと思います。はい、If you can show the video. Your home is the most important space in your life. Meet interior designer Yoshi Shiraishi. Hi, I'm Yoshi. Let me help to create your dream space to come true.
He's worked on projects around the world, including Disney World, Sony Theater, Kahala Hotel, and many others, like residents, condos, hotels, restaurant, retail, and workspace. YDNY can help you bring your idea to life. Yoshi Shiraishi.ということでこういう動画があるんですが、これはどういう、はい、あの動画でお作りになったんですか？そうですね、デザインドクターっていうのは どんな人なのかっていうふうな話がありまして、はい、でまあ、あの実際にどんな人、やっぱりデザイナーってすごく特にいろいろ世界中で仕事してると、はい、とっつきにくいし、ものすごいお金を払わなきゃいけないんじゃないかってみんな思うという話になって、はいはい、ではじゃあ、まあ、どんな人、吉白石ってどんな人なのかっていうのを、まあ、簡単に仕事と、うんうん、スケッチとかを実際に描いてて見せるという、うん、あの趣旨でお作りになって、はい、それで作りました。帽子もかぶってらっしゃいましたし、はい、そうですね、あの人となりがこうやってお話ししてるととても来やすい感じで、はい、あのいろんな話をしてくださるのでそんなにとっつきにくくないんですけどね。そうですね、はい、それを、まあ、はい、ビデオで見ていただくといいかと思いましたけれど、はい、でそのじゃあドクターのお仕事っていうのは来るんですか？まあ、あの実際に、はい、恐る恐る電話がかかってきまして、恐る恐るかかってきますね。予算がないんだけど、はい、カフェをやっぱりあまりにも、うん、まあ、そこに移ってから何もしてないので、はい、ぜひちょっとよみがえらせてほしいっていうか、もっとフレッシュにしてほしいっていう依頼が来て今やってるところ、はい、なるほど、はい、じゃあインテリアをまた変えたりデザインを変えたりすることによって その会社なり組織のこう機運が上がるっていうんでしょうかね。はい、そうですね。そういうのもあるんでしょうか？はい、気の流れが良くなります。気の流れが良くなる、はい、やっぱりそのビジネスに応じた空間っていうのが必要で、うん、やっぱり高級なとこはやっぱりゆっくり食べれるので、はい、それのライティングであったり座り心地であったり、はいはい、座った時の視線でウェイトレスがちゃんと見やすい位置に立てるとか、うん、そういうことも考えるわけですね。全てがこう、はい、大事だと思います。総合芸術ですね、ヨーロッパでは。総合芸術である、はい、芸術大学にあります、はい、だから僕は美術大学の、武蔵野美術大学の建築を選んだ、うんうん、なるほど、はい。いや、今度ちょっとヨシさん人となりということがさっき出ましたので、はい、ヨシさんがなんでこういうことになっちゃったのかっていうか、なんでこの、はい、こんないろんなことができる方になってしまって、はい、いろんなところでいろんなことをこう見て、何が一番こうモチベーションとしてあるんですか？二十歳の時にヨーロッパを、うん、あの2ヶ月貧乏旅行バックパックしまして、はい、その時にこちらの、ヨーロッパの鉄道に乗りながら、はい、イタリアの平原に落ちる夕日を見た時に、はい、日本人である前にやっぱり地球人、はい、この星に生まれてきたって意識がすごくあって、はい、それをイタリアで感じた。イタリアで感じまして、はいはい、それでまあ、やっぱりいろんな国を見ないと人生、自分の人生は豊かにならないなと思って、で誕生日と同じだけ国を行こう考えて。誕生日と同じっていうのはどういう意味ですか？20歳の時に20カ国そのヨーロッパ行ったので、はい、じゃあこれに合わせて25歳の時は25カ国行ってるようにしよう。あ、じゃあ20歳から25までは 5増やしたんですね。5カ国。なるほど。で、それで、やっぱりいろんな空間を見ると自分の中のクリエイティブな引き出しがあるんですけど、うん、そこにこう入っていくんですよね。うん、市場に行ったり、うん、それと古い建築を見たり、うん、買い物をしたり、すべてがインプットされてて、うん、でそれが自分の中で いつかそれをこう、もうこれをこのアイデアを使ってよみたいなことが、うんうん、タイミングがあるんですよ。なんかこう鋳造されて出てくる感じですかね。そうなんです。発酵されるみたいな。発酵されて、はい、で引き出しに入れといて、とりあえず。そうですね。で、なるほど。それがすごい大事で、うん、今やっぱりインターネットばっかりでパスポートも持ってないし、海外も行かない方が多いんですけど、はい、自分の原点はやっぱりいろんな国を見てやろうというこの好奇心ですよね。はい。はい、だから世界にね200カ国以上あって、うん、やっぱりそこにどういうものがあるのかをすごく見たい。なるほど。歩きたい、食べたい、こういう欲望が強い、うん、その原点があって、はいはい、そのギリシャで昼寝しちゃったり、そうですね、イタリアでサンセットを見たり、はい、でそれでやっぱりその絵を見るとかその写真を見るだけではなくて、はい、体で体験して、ね、地球人として、はい、ベースをこう取り入れるみたいな、そんな感じですかね。そんな感じです。うん、だから僕はその別にマーケティングという名前を売るとかそういうことは全然してなくて、してないですか？いい空間を作りたくて、はい、で例えばドイツのデパートとやった時に、はい、開店同時におばあちゃんがずっと並んでたおばあちゃんが中に入って、はい、バラをみんな1本ずつ差し上げるんですよ。はい、ゲスト、はい、そのおばあちゃんがバラを持ちながら自分がデザインした空間に入って僕の空間完成するんですよ、はい、その時の喜びっていうのも全身鳥肌状態で、なんかちょっと私も鳥肌が、はい、立ってしまったんですけど、それが嬉しくてやってます。
はい、だからカハラホテルをやった時も、はい、エレベーターの前に大きな木の彫刻があって長さが4メートルで重さは1トンあるんですけど、うん、それをスケッチした時もストーリーを作って、うん、ここの前で誰か幸せな2人が写真を撮ってその幸せが続くようにってことで極楽鳥が2羽で、うん、幸せのシンボルのパイナップルも2個描いて、うん、その前で写真を撮った人が幸せになって、そういうストーリーを考えて作って実現した、はい、なるほど、ぜひ見てほしい。ああぜひ、はい、あのハワイにいらっしゃった方はカハラホテルで、ね、見ていただく、はい、見ていただくといいかと思いますが、はいはい、でもその、デザインもされる、建築もされる、いろんなことをされる中でまたこれからもいろんなことを計画してらっしゃるっていうお話を聞いたんですけど、はい、あの多分3年後ぐらいに完成するんですけど、はい、あのレーシングサーキットハワイっていうプロジェクトがハワイにはレース場がないので、はい、でそれを作ってそれであのコース自体は別 の, あのイギリスのデザイナーが作るんですけど僕はそこのクラブハウス、はい、あのメンバーになるとそこで車を乗れるの で,、はい、でご自身がフェラーリとか、はい、あのランボルギーニとか高級車を持ってても走るところがない方が多いので、はい、ハワイの楽園でやれるしあの、はい、アジアのサーキット、はい、クアラルンプールとかシンガポールとか転戦してるのが、はい、ハワイにも来るという計画で、はい、で隣にはエアポートがホノルルじゃない別なエアポートがあるので、はい、そこにプライベートジェットで自分の車を置いておいて乗るという、素晴らしい企画ですね。そういう新しいライフスタイルの一応クリエイティブディレクターをやってます。クリエイティブディレクターもされてる、はい、じゃあ場所はなんとなくもう なんとなくは、はい、あのワイキキから40分ぐらいのところです。なるほど、バーバーズポイントという ありますね、あちら側のカポリーの方に、はい、でその一方で、はい、今デジタルの時代なんで自分の今生まれてる方とこの写真を撮って、はい、この世界の良しとかデザイナーに意見を聞きたいとかみんなやれてなかったんですけど、はいはい、そういうビジネスもこれから晴れていこうと思って、あ、じゃあ直接は会えないですけど、うんうん、はい、写真を送っていただいたら、はい、私がここをこうしたら良くなるよっていうことを説明する、はい、もっと裾野でのデザインサービスも、はい、じゃあオンラインドクターみたいな感じですかね。そうです、オンラインドクターです。あー、じゃあ、はい、例えば次の世代の人、まだこう小さい企業でやってらっしゃる方をもっとこう引き上げてあげるみたいな、あげることもありますし、はい、デザインのアイデアが全然浮かばないんでもなんか幸せな空間になりたいっていう場合のアイデアをあげたりとか、はい、この壁をぶち抜いてこっちにお風呂場から海が見えたらいいじゃないみたいなことも僕なら分かるんですよ、はい、だそういう提案をデジタルでしてあげる。なるほど、はい、あの吉さんみたいにこういっぱい溢れてる方はないかとは思うんですけど、ちょっと聞いてみたかったのは、はいはい、ちょっとスタックしたとかイメージが湧かないっていうことはあるんですか。あ、全然あります。全然あるんですか、はい、それはどうやってぶち抜くんですか。あの頑張ってるからそういう壁が来てると思いますし、やっぱりクリスチャンになったので、うん、やっぱりどんなに悩んでても神様は見てくれてくるので一人ではないので、はいはい、で超えない壁は絶対神様は自分の前に出さないので、はいはい、これを超えたらもっとすごいぞ。なるほど、今は土砂降りだけど土砂降りは1年も2年も続かないので、はい、次の快晴が楽しみだみたいな気持ちをシフトしていきます。うん、はい、今おっしゃったことですごくあのあれだなと思ったのは、まあ、あの信仰がない方でもですね、はいはい、例えば宇宙とか、はい、何か自分以上のものがあって、はいはい、そこからまあインスピレーションという言い方しますけど、はい、自分がぶつかっている壁っていうのは実はそれを越えたら向こうに行けるためにこの壁が出てきたと、はい、そんな風に考えられる。意味があって、うん、はい、あのそれから一度お話あの前させていただいたんですが、その時にこう順番があると、はい、人生には、はい、その順番についてお話を、はいはい、あのまあ、クリスチャンなんで神様がいまして、はい、2番目が妻ですね。奥様です、はいはい、パートナー。奥様聞いてらっしゃいますか、はい、で3番目が子供ですね。子供たち、はいはい、で4番目が健康です。健康、はい、僕はあの JAL のファーストクラスで吐血したことがあるんですよ。自分で会社スタートしてそれでちょうどあのアトランタオリンピックの時で家 に,、はい、家に向かう飛行機だったので、はい、その家で自宅療養してあの十二指腸潰瘍で爆発したんですけど、はい、治って帰ってきたんですけど、ストレスでやっぱり、はい、まあ、健康じゃないと何もできない。確かに本当にで5番目で初めて仕事で、はい、仕事は5番目です。で6番目が趣味ですねはあ、はい、だから僕1週間のスケジュールはまず妻の約束と子供の約束をまず入れて、はい、その間に仕事を入れ、お子様は何人？2人です。で今何歳ぐらい？12歳と9歳。あ、じゃあもう楽しい時ですね。女の子です。はい、一緒になんかできる時ですよね。はい、そうですね。なるほど。はい、でこういろいろ健康があって、お仕事は5番目にあって、はい、趣味っていうのもあるんですね。趣味もありますね。そのお仕事以外に趣味があるんですか？まあでもやっぱり旅が一番いいですね。旅が、はい、はい、この前息子と2人でカリフォルニアに行ってきましたけど、はい、旅は人を成長します。
どんなトラブルが起こりますか。それを超えていかなきゃいけないです。もう55カ国ですもんね。はい、そうですね。これからまだ行ってない国、次に行きたい国っていうのありますか。実はもう世界一周を今度家族全員でしちゃおうと。ぐるりと回ってしまおうと。回ってしまおうと思ってますので、はい、それで9カ国増えるので、はい、いいかなと思ってます。そうすると60代に突入ですかね。そうですね。はい、あの最後にお聞きしたかったんですけど、はい、例えば建築家で一番ヨシさんに影響を与えた建築家って、はい、まあ、日本もいらっしゃいますし、はい、世界にもいらっしゃいます、いらっしゃいますか、はい、2人いて、はい、1人がフランク・ロイド・ライトですね、はい、彼の建築はアメリカで全部見に行きました、はい、でも中にいるとすごい幸せになるので感動です、はい、もう1人はアントニオ・ガウディ、はい、これはスペインの建築家、はい、この人はやっぱり天才っていうのは生まれながらでいるんだなっていうのを初めて感じて、はい、そのガウディのサグラダ・ファミリアを石を思わずもらってきてしまったぐらいの気持ちです、はい、あのフランク、ロイド・ライトさんの作品とすごく共通点を私は、あの似てるっていう意味じゃなくて、はい、なんかこう雰囲気が感じるんですけど、やっぱりそういうふうに影響を受けていらっしゃったんですね。そうですね、あると思いますね。なるほど、はい、でそのこのガウディさんのこのすごいこうぐちゃぐちゃっていうか、はい、なんかそういうところもなんかちょっとありますよね。ああいう世界も好きでなるほど、かといって好き勝手やってるんではなくて、例えばあのアーチの形も、うん、鉄の鎖をこうやって下げた時の形をそのまま一番下のが一番強い形なんです、はい、そういうことまで考えたの。なるほど、はいはい、もっともっとお話を聞きたいところですが、最後にですね、はい、あのドクター、デザインドクターにコンタクトを取りたい方はどういうふうにあの連絡をさせていただいたらよろしいですか。先ほどのコマーシャルの最後に出てたように、はいはい、電話番号と、はい、あと E メールアドレスがありますので、はい、それでぜひご連絡いただければ。わかりました。じゃあちょっと巻き戻していただいて、はい、動画を見てください、はいはい、そろそろお時間が来たようです。ヨシさん、今日は本当に楽しいお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。とても刺激を受けました。はい、はい、we are out of time. Yoshi Shiraishi, thank you very much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. And thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm your host, Yukari Kunise. See you next time.